ヨーク松坂屋は株式会社伊藤洋華堂が北海道札幌市中央区で運営していた百貨店。札幌松坂屋を前身とし、後にロビンソン百貨店の一員となった。札幌市の歓楽街であるススキノの市街地再開発ビルに工事を受け負った竹中工務店の誘致を受けて同社と松坂屋が 鉄板出資で1972年1月11日に株式会社札幌松坂屋を設立。1974年6月8日に札幌松坂屋として百貨店を開業したのが始まりである。歓楽街であるすすきの地区の入り口にあたる立地などが災いして業績が低迷したため、1978年9月に伊東洋華堂と提携して、 再建を図ることになり、1979年2月1日に閉店して、札幌松坂屋としての営業を終了した。提携に合わせて、社名から松坂屋を外して、洋区松坂屋に変更。1979年4月28日には、洋区松坂屋と店名を変更して、新装開店。オイルショック前後の伊東洋華堂は、地方都市にある、 地場企業との提携強化を推進しており、札幌松坂屋以外にも、同じ札幌市内にある山のテストアほか、栃木県の朝日商事、新潟県の百貨店丸大、神奈川県の大熊と、相次いで業務提携を結んでいたが、それら企業に対して、牙を剥いたという世評があったという。伊東洋華道は他にも、長野県の松屋や福島県の紅丸商事とも、 業務提携を結んでいた。松坂屋の名称と百貨店向け商品の調達ルートを残しながら、GMS 運営企業の伊藤洋華堂が実質的な経営権を取得して、コストダウンなどに取り組み営業を存続させた。1994年3月、ロビンソン百貨店札幌店となって、松坂屋グループを離脱して、E グループの参加に完全に移行。 1995年3月1日付で、ロビンソンジャパンに営業権が譲渡された。その後、バブル崩壊などで業績が再び低迷したため、大丸の札幌駅進出前年の2002年4月には、地上3階以上の6フロアの売り場を閉鎖して、地下2階から地上2階までの4フロアに売り場を縮小し、他のフロアを6月に、 専門店街ラフィラとする大規模な改造に踏み切ったが、業績が好転しなかったため、2009年1月18日に百貨店としての営業を終了し、35年の歴史に終止符を打った。閉店後の店舗跡は,は2009年3月26日に上層階と一体的に専門店街ススキのラフィラとして開業し、食料お品売り場を併設した。 伊東洋華道が地下1から2階部分に出展していた。老朽化のため2020年5月17日の営業を最後に閉鎖された。建物は取り壊され、2023年に新ビルが竣工予定。1983年11月には伊東洋華道グループが三井不動産グループが開発を進めていた埼玉県。 カスカベ市のショッピングセンターの各店舗となる百貨店の出店を引き受けることになった際には当初は当社が出店するとされたがアメリカの西海岸を本拠地としていた JW ロビンソンと提携して株式会社ロビンソンジャパンが設立したため1985年11月にロビンソン百貨店カスカベ店として開業したその後2013年3月1日に 西武カスカベ店に名称変更したが2016年2月29日をもって閉店している。ありがとうございます。